酒好きなもの新潟人の飲酒動画です。今回はですね、なんと、先ほど冷蔵庫の奥深くに、しまってあったんですけど、この脱臭炭、これがですね、なんといつ買ったか忘れたんですけど、もう完全にね、こんな感じになってた。すごい。何これ。最近やけにキムチのね、あの匂いがね、冷蔵庫の中に広がっているんですが、前入れといたこれがですね、もう完全に死亡している。うん、通常、5ヶ月から6ヶ月で、まあ、なくなるということなんですが、もうこれ捨てましょう。ね、まさかのね、確かに冷凍庫の中にもね、冷凍庫用のね、脱臭炭みたいなの入れてたんですよ。でもね、全然確かに全く、匂いがすごい。ということで、本題に入りましょう。こちら。今回はチューハイです。自家搾りの、浜松ルビーグレープフルーツということで限定出荷。アルコール度数 4% で果汁が 1%。原材料名が果汁、過去グレープフルーツと、晩柑、グレープフルーツペーストと、焼酎、過去国内製造と糖類と酸味料と香料と、野菜色素となっております。日本各地の、果実を厳選した、自家搾りの、自家搾り日本の農園からシリーズ。静岡産浜松ルビーグレープフルーツを丸ごと絞ったストレートコンダク果汁を使用。浜松って言うとあれですよね。温泉が有名じゃないか。温泉が有名ですね。まあ行ったことはないんだけど、静岡は行ったことあるな、一回ね。静岡県は一回行ったことあるんだよ。御殿場蒸留所のあたり。御殿場蒸留所っていう、蒸留所ありますよね。あれのあたりに行ったことあるんですが、まあいいでしょう。カンピなんか、甘い。いや、甘いっていうほど甘くもないんだけど、なんだろうな、この、グレープフルーツなんだけど、すごいマイルドな感じ。うん。あ、スイカだ。これスイカの味する。これスイカの味するわ。なんかおかしいなと思ったんだよ。なんかあれ、これ食ったことあるぞこの味みたいな。なんか後味のあたりでね、スイカの味がするんだこれ。うん、間違いない。これ飲んだ後に喉のあたりから完璧にスイカの味がする。はい、今回つまみはこちら、カロリーメイトのブロックチーズ味、ボクチン、大好き。カロリーメイトがですね、
一番あのカロリーメイトでいろいろ味あるじゃないですか。5種類ぐらい出てんのかな。その中で一番好きなのがこちらのブレ、あのチーズ味、うん、これはね、あのぶっちゃけた話、つまみでもいける。あのチーズなんでつまみになるんですよ。これつまみになるんだな、これがな、酒のつまみになるという、ね、主にビールのつまみとかになる。あのマジで、うん。それではいただきます。あ、うん、なんだろう、このチーズのチーズケーキみたいな味。うん、あ、うまい。うん、あ、うまいわ。これね、先ほどね、どうでもいい話するんですけど、あの YouTube で、あの俺と同じく、あの酒のね、あの酒のね、あの動画を上げてる人がいるんですよ。あの塾長っていう人ですね。この方のね、あの久々に動画見たんですけど、あのすごい、あのすごいですね。うん。まあ、はるかにお礼をかね、あの、再生数が、明らかにね、まあ、あれなんですけど、うん。まあ、俺の動画なんてほとんど再生する人いないですからね。あの、100以下ですからね。これは、あの、完全に、ね。以前、俺が昔経験したことがあるんですよ。これに似たようなこと。というのも、ニコニコ生放送っていうのを、まあ僕はしてるんですけれど、非常に屈辱的なことがありました。それはですね、まあ今から5年か6年ぐらい前、ニコニコ生放送でとあるリスナーがね、言いました。僕に生放送、ね、僕は生放送って難しいと思うんですけど、できますかね？僕にもできますかね？って聞かれたんですよ。んで、その人に、あの、事細かに、やり方を教えたんです。で、ありがとうございますって言って。帰ったんですけど、なんと、その約半年後、か1年後、その人のですね、コミュニティが、の人数、登録人数が、俺を完全に超えていたというね。うん、俺ちなみに今年でもう、ニコニコ生放送してるの10年目なんですけど、一瞬で越されてしまったというね。うん、もうなんか、それに実に似ている。多分こういう、そういうことになるんだろうなと。はるかに塾長さんっていう人は、の方が、なんか人気があると。でね、悪い癖なんですよ、俺の。何かというと、人とね、比較しちゃうっていう悪い癖があるんです。
本当はね、比較しちゃダメなんですよ。人とね、例えば、すごいさ、偉い人がいてさ、で、俺と同い年でさ、まあ、すげえ偉い人っているじゃん。ね。それで比較しちゃって、ああ、自分はダメだ、と。そう思っちゃう。まさにそれが俺なんですよね。うん。まあ、なので、非常に、心苦しい。うん。実に、比較する人間なんで、俺はね。なんで、それを比較しないように。まあ、前はちょっと、今さっきね、そのお酒の塾長さんの、チャンネルを解除してきました。うん。ちょっとさすがにね。まあ。自分の中で、はい。比較しないためにもね。チャンネルを登録しとくと、やっぱり、そういう情報が入ってくるじゃないですか。うん。だから、やっぱりそういうのはね。うん。まあ、比較するってのは、人と比較するっていうのは本当に、心をね、壊してくるから。ものすごい。まあ、申し訳ないんですけどね。多分、酒の塾長さんは、はるか、俺の上を、登り詰める人だと思いますよ。うん。間違いない。それで、先に始めた俺の方がね、クソみたいな、感じになる。そういうね、未来が見えます。僕には。もうもうあれだよ。絶対あれだよ。もう、ものすごいプライド傷つけられるんですよね。うん。いや、別に、その酒の塾長さんが悪いとかでもないんですけど。だから結局のところ、別に誰も悪いことはないんですよ。まあ、言うならば、そういう時の流れっていうのはそういうことですね。うん。いたしかならないことなんですけど。うん。やはり、まあ、ね、YouTube とか、まあ、ニコニコ生放送とかにいかにその、俺っていうのは、あ、適してないと言いますか。っていうことなんだろうな。結局な。うん。わかる。言わなくてもわかる。うん。確かにその通り。俺もね、こんなね、コミュ障でね、まあ、こんな動画投稿してるのもまあ、あれなんですけど、
全くもって人と喋れない人間ですからね。で、おまけに、語彙力がないんでね。語彙力がないことによって全くもってろくな喋りができないと。まあ、バカです。簡単にはバカなんです。多分ね、おそらくね、酒を飲みすぎたことによって脳細胞が死滅してるんではないかなと。で、まあ、いわゆる若年性の痴呆症ではないかと、疑ってるんですけど、僕自身はね。うん。もう、辛いぜ。さ、どういうことかって言うと、やっぱりあれですよね。仕事とかで、今の俺の気持ちをね、伝えると、その仕事とかで、後輩が、悠々と、俺の上にね、すごい上手で、その上司とかになっちゃうパターン。そういうパターンに似ている。非常に。俺ができない仕事を悠々と、こなす。後輩なのに。で、上司にはこう叱られるんですよ。お前、後輩がさ、お前よりできてんのなんでだよ。お前さ、年上なのになんでお前できねえんだよとかって言われるパターンね。それに非常に似ているんです。うん、まあ昔、俺が正社員だった頃、18歳の時に正社員になったんですけど、高卒でね。で、正社員になって、1年半やってね、同じ時期に入ってきたっていうか、一緒に入ったね、同期がね、俺よりが仕事ができるんですよ。でね、上司は、それに、腹を立てるわけですよ。お前同期ができてんのになんでお前できねえんだって、ひたすら言われるんですよね。俺が仕事ができないから。それを何度も、幾ばくも、何度も言われて、僕は職場で泣いてました。で、最終的に、ね、たかだか一年半でね、もう、耐えきれなくなりました、個人的に。僕自身が。もうそういう叱責を受けるのを耐えきれなくなっちゃって。まあ、やめてしまったという、お話、そういうお話。もう、ムカつく。もう、ダメだ。俺はダメだ。もう、ダメだ。もう、俺はもうダメな人間なんだ、もう。もう、これ、今回長くなるぞ、これ。いや、結局、なんですよ。別にいや、何度も言いますけど、俺が悪い、まあ、っていうことなんですよ。俺が悪いんですよ。確かに。だからさ、確かに俺が仕事できねえのが悪いんだよ。ぶっちゃけ。そりゃ分かってんだけど。どうしても、どうしようもないんですよ。俺だって頑張って、精一杯頑張ってんだって。でも、失敗しちゃうっていうか仕事できないんだってだからバカだからしょうがねえんだよ仕事できねえんだもんだって
満足のいくその仕事ができねえんだもん。タバコ吸うぞ、お前ら。もう、腹立つわ、マジで。あのクソ上司、マジ、ぶん殴ってぶっ殺したいけど、これ、ほんとに。マジでぶち殺して。ね。で、YouTube でこういうこと言うと、あかんのですけどね。まあ今日はもう飲んで忘れようぜ。今日は飲んで忘れよう。もう久々にちょっとあれだわ。自分自身で勝手にダメージを負っている。なんだこの自分自身で追い詰めるっていうね、わけはわかんないですけど、確かに。わけわかんねえんだよ、確かに。でもね、なんていうかな。結局のとこ自分が嫌いだから、自分を責めたがるんですよね、俺はね。で、生放送もさ、10年近くやっておいてなんだけど、ね、コミュニティの人数はたったの700人ちょいっていうさ、ねえ、クソみたいな、まあ、ニコ生のね、まあ、YouTube のチャンネルの方は、あれは、ちょっとあんまり言いたくない、数字としてあんまり言いたくない。申し訳ないけど、誰にも公開せずに、ね、公開を非公開にしてますからね。あれっていうのは、なんていうか、もう自分自身が、公開してると、なんか、あれなんですよ。結局さ、公開するとなんかバカみたいなんだよね。ぶっちゃけ言っちゃうと、YouTube だってお前何年やってんだよ、俺。俺 YouTube 開設してからもういや、チャンネル、俺の自分のチャンネル開発してからもう何年経つの、これ。相当経ってるよね。それなのに、このゴミみたいな、くっそみたいなさ、くっそみたいな再生数と、もうチャンネル登録者数。くっそみたいな、あれじゃないですか。なんなのこれ。だからそれが非常に似てるんですよね。自分で、自分が上司なのに、いや、始めた年はほら、上司っていうか上の、早く始めてるはずなのに、明らかになんか伸びが、ゴミカスみたいなやつね。んで、最近は実にまあ、僕がうつ病なんですけど、そのうつ病の、まあ非常にちょっと、あんまりやる気が非常に出ないと。やっぱ、うつ病の人って、なんか自分を責めたがるんですよね。自分を責めたがる人間なんですよ。で、確かにド M な人間だったら自分を責めても、まあ、大してダメージないんですけど、僕はド S なんで、
S な人っていうのは基本的にほら、耐え、そういうダメージが耐えられないんだよね。耐えられない。で、他人と比較しちゃうんですよ。バカだよね。実にバカだと思うよ。俺も。自分自身がものすごいバカなことを分かってる。ただね、そうせざるを得ないと言いますか、なんと言いますか。性格みたいなもんで、そう簡単に曲げられないんですよね。そう簡単に曲げられない、まあ性格みたいなもんですよ。でもさ、それでも俺は思う。こんなさ、ゴミみたいなさ、ただ酒を飲んでさ、ああ、うまくねえなとかさ、クソみたいなこと言ってるだけだよ。俺の放送。俺の動画なんてそんなクソみたいなもんなんですよ。それなのに、ね。俺が生放送したりするとさ、まあ俺ニコ生とか、まあYouTube とか、生放送、まあほぼほぼ、まあ毎日今してますけれど、まあ最悪でも2日に一遍ぐらいしてるけどさ。それでも、すげえ嬉しいのが、ね、ユッキーさんの動画でね、なんかウイスキーをね、好きになりましたとか、ね、お酒をね、飲んでて、すごい参考になりますとか、まあ基本的に、まあウイスキーの、まああれなんだけどさ、まあ参考になりますとか、まあ言ってくれる人はいるんですよ。非常にありがたい。マジで。マジでありがたいと思ってる。だから、リスナーさんが、そう言ってくれるっていう励ましの言葉がね、僕の支えになっているというね、ことは事実。はっきり言いましょう。俺は、そういうね、人がいなくなったら多分、この動画はもうやめると思います。おそらく。続けていけないんです。気力が、続ける気力が出ないんです。まあ具体的に言いましたら、まあ生放送とか、まあ動画とかでコメントってあるじゃないですか。ああいうのがほぼほぼ一切、1ヶ月間あたり、1ヶ月動画上げて、コメントがなければ、多分、
まあ、一個もコメントがなければ、僕は、YouTube、そしてニコ生、こちらもやめます。僕は。けどね、やっぱり、そういう人がね、コメントしてくれるおかげで、非常に、まあ、助かっているという、ことです。うん。まあ、うん。まあ大体ね、動画なんてマジで、二桁ぐらいのね、再生数しかないですけれども。でも、まあこの動画っていうのは、まあ今までね、1500ぐらい動画上げてますけれども、これはね、すべて、僕の日記帳みたいなもんですね。ブログとかで、毎日のね、まあ、ブログじゃなくても、手書きとかでさ、日記帳みたいなのあるじゃん。毎日の記録を綴る。ああいったことに、非常に似ている。日記なんてのはめんどくせえもんで、まあ、簡単に話しちまえば、今日特に何にも起こりませんでしたっていうか、何にもさ、特に何にもなかった日とかさ、特に今日は何もありませんでしたっていう、そう書くしかねえわけじゃん。ね。それをさ、ひたすら書かなきゃいけないんですよ、日記だったら。それって苦痛じゃないですか。ものすごい辛いことで。クソみたいな何もない日なんて5万とあるわけよ。でもそれを動画にすることによって、まあ毎日、まあ酒適当に飲んだりしてさ、ニコ生とかでさ、生放送してさ、やっぱりそれ以外のことっていうのは、いわゆる何もありませんでしたっていう。文字で書いたらその通りなんだけど、まあ、実際にこういう動画で残すと明らかにその日の気分だとか、まあね、喋り方とかで、まあテンションとかあるじゃないですか。テンションがね、この日テンション高えなとかね、そういったものが、文字では表せない言葉っていうのが、やっぱいっぱいあるんですよ。だから、俺は基本的に動画にしたり、まあ生放送したりとか、っていうのは、まあ割とよくやってるんですよ。うん。まあ単純に文字を書くっていうのがかったるいっていうだけなんだけど。基本的に、まあそういうことっすよね。
もう基本的に俺の動画っていうのは、編集っていうのは一切してないんです。確かにめんどくさい。編集するのがめんどくさいってのもある。ただね、やっぱりその話し方とか、この日はどんなだったとか、っていうのが、まあ目に見えてね、分かってくるんですよ。だから、この何年後とかに、今の何年後とかに、振り返ってみて、あ、俺こんなことしてたんだとか、まあこんなこと言ってたんだなとか、テンションがこんなだったんだなとか、っていうのはよくわかるんで、動画だったらね。だから、まあ日記帳みたいなもんです、この、ね、動画もね。日記帳みたいなの代わりですよ。日記の代わりみたいなもんだよ。な。だから本来は、その再生数とか気にしない方がいいんです。気にするのが負けなんですよ。ただね、そういうのができない人間ってのもいるんです。気にしない、気にしませんっていう、人間はね、まあいるんですけど、そういう人もいるんだけどね。気にしたら負けとか、ね、まあ、あるんだけど、やっぱり、気にしちゃうってのが俺の本心。なわけです。一人でもいいけど、俺をね、俺の動画とか楽しみにしてる人もいるわけです。うん。よくいるんです。生放送してるときに、ね、俺の動画をね、待ち望んでるっていう人が結構いるんですよ。コメントとかで。やっぱそういう人がいるっていうことは本当にありがたいことです。だから、まあ、1ヶ月の間、一切そういったね、コメントがなければ、僕は続ける意味はないと思います。ので、そうなった場合は、まあ、潔く、やめましょう。YouTube、ニコ生。やめる。そういう覚悟でね。うん。まあ、あれですよ。まあ、そういうことっす。ああ。だから、喜んでる、その動画を上げて、それをしっかりね、見てる人っていうのは、まあ僕のコミュニティにほんのわずかしかいない。
でも、ほんのわずかでもそういう人がいるっていうことは本当に助かります。だから、本当に、この酒動画、ね、始めたのが大体今から10年前ぐらいですから。まあひたすら酒飲んでる、酒飲んで適当にうまいまずいって言ってる、まあクソみたいな動画ですけども、俺にとってはこの動画というのはまあ人生みたいなもんですからね。今から10年前、俺が20歳ぐらいの時、20から21歳の時、俺大阪にいました。うん。で、ただ単に酒が好きなんで、まあいろいろね、お酒っていうのを、まあ飲んで、ただ草みたいな、ね、ことを言うてるだけなんです。実際。でも、それをもう何年も10年も続けてる。10年も続けてるとね、割かしもう日課みたいなもんですよ。ああ。で、確かに再生数なんてのはゴミかすうんちみたいなもんで、ねえ、なのは確かなんです。でもそれでもやっぱり見てくれる方っていうのいるんで、コメントしてくれる方、まあ、いますからね。本当に、世の中捨てたもんじゃないというのを思いますね。まあ世の中っていうのは捨てたもんじゃないなと。確かに、まあ自分のそのバロメーター、力のさ、力量みたいなの。力量っていうのは大体コミュニティの、まあチャンネル登録者数とか。それで現れてきますけども。それでも、それでも数十名。数十人の方はね、動画を再生してくれるんで。うん。まあ動画を再生してくれる。で、コミュニティはまあ、徐々に上がっています。人数はね。徐々に上がってます。だから、まあ、コミュニティの、じゃねえ、チャンネル登録者数は、チャンネル登録者数はね、伸びてるんで。いいんですよ。一日一人。一日一人でもいいんです。
ね、1ヶ月で30人増えるわけですから。1年で365人増えるわけですから。1日1人でもいいんです。いや。いや、一日一人増えなくてもいいんだよ。一年で、ね。一年でね、一人も増えなかったら、まあ、割と問題ですよ。マイナスになってたら。一年でマイナスになってましたら、それはもう問題です。確かに。一年でね、まあ、マイナスになってたら、まあ、俺もうやめます。一年経って、マイナスしかなってなかったら、もうやめるわ、俺。まあ、そういうもんだろうな、と。まあ、そういうことっすよ。一日まあ、だいたい、一動画とかに、一日、二日で二動画とかさ、あげてて、それで一年でお前、一人も増えなかったら確かにあれだよ。一年でマイナスになってたら確実にあれだね。やめますね。本当に。まあ、そんな感じっすかね。まあ、ニコニコのコミュニティ数も、多分増えてはいると思うんだけど、どうなんだろう。まあ、徐々に、まあ、亀でも、ね、亀みたいなクソみたいな、とろくてもいいんです。うん。ちょっとずつでもいいんです。めっちゃ伸びてんじゃん！え？俺のユッキーの、ニコニコ生放送、いや、ニコニコの方のコミュニティ、846人。前俺が見たとき、800人いってなかったからね。それから50人も増えたのか。めっちゃ増えてる、笑った。確か前ね、見たとき777人ぐらいだったっすよ。50人以上増えてるわ。すげえな。ありがたいこって。ありがたいこってっす。まあ、こんな感じでね。まあ、今後もね。うん。今後もねっていうか、こんなクソみたいな締めに入ることある？これ。今言ってて思ったけど、まだお前11月の18日だぞ。せめて年末のさ、31日ぐらいにさ、ねえ、2018年も終わりますみたいな。そういう感じでさ、締めに入るんだといいけど、まあ、まだ11月18日なんだけど。何その。クソみたいなタイミング。タイミング悪すぎない？まあ、ということでね。まあ、こういったね、クソみたいなね、動画は、まあ、まだまだ、うん、まあ、待ち望んでくれる方がいる現状、やめるわけにはいきませんよ。僕は。やめるわけにはいかねえんだよ。誰かが望んでくれてるんだから、お前、やめるわけにいかねえんだよ、お前。なあ。俺と同じで、
うつ病で苦しんでる人も腐るほどいるんだ、お前。バカタレがもう。あ、ちなみに、今年の、12月の31日、あ、基本的に予定はありませんので、全く予定はありませんのでね。おそらく生放送して、年越し生放送するとは思いますけど。ま、年越しですからね。あれだろう。蕎麦。年越し蕎麦のあれ、なんだっけ。どん兵衛あたり買って、年越し生放送しましょう。ね。まあ、一人寂しく。一人寂しくね。まあ、ニコ生やるという、まあ、ね。まあ、彼女もいない僕ちんはね。まあ、それをするぐらいしかないでしょ。うん。まあ、特にやることはありませんけども、まあ、普段と変わらずね。適当に酒を飲みつつ。まあ、新年をね、迎えましょう。一人寂しく。まあ、リスナーがいるからね。まだ、そこまで寂しいってこともないけども。そういえば、あれ関係ないけど、あれどうなったんだろう。なんだっけ。骨髄バンク登録、骨髄バンクのあれどうなったんだろう。今のところまだあれ来てないんだよな。登録完了しました的な、血液検査したからもしかしたら、弾かれるんで、お前の血液、こんなクソみたいなね、成分入ってたから、お前いらねえよって言われるんじゃないかってヒヤヒヤしてるんですけど。ドナー登録どうなったんだろう？まだ、返ってこないですね。通知書みたいな。お前毎日酒飲んで適当に薬飲みまくってるから、お前。お前のそんなクソみたいな汚れた血液いらねえよって言われるんじゃないかなと。思ってるんですけど。どうなんだろう。なんか、あれだよ、人間としてもう、見られてない気がする。だから俺がどんなにさ、その骨髄バンクのドナー登録さ、したくてもさ、結局のところ、そのいらない、まあ、血液とかそういう、まあ、類が、ね、合わなかったら、ね、いらんわけですからね。前、献血行った時に、ね、この薬飲んでますから、ちょっと、ダメですねって言われたから、すげえショックが出た、でかいんだけど。思った以上にショックがでかいですね。あれもね。俺がどんなに登録っていうか、その、提供したくても、ね、薬飲んでたりなんかしたりしたら、まあ、簡単に言うと、なんかね、そういう精神の薬とか、精神科のさ、薬とか、まあ、飲んでたら、ダメみたいな、そういうあれありますからね。
いや、わかるんだよ。頭ではわかってるんだよ。でもやっぱり、あれだよな。自分の血液提供したいのに、いや、ちょっとダメですね。この血液、ね、汚いですって言われたら、やっぱあれでしょ。結構来るでしょ。精神的に来るでしょ。まあ、わかりませんけどもね。どうなんすかね。なんか、ダメな気しかしないんだけどね、個人的に。人を助けたくてもさ、まあ簡単な話、例えばそこら辺で血を流してる人がいたとして、ね、輸血できないんだもんだって、結局のところ。そういうことだよ。例えばその人が A 型で、ね、俺が O 型だったとしたら、あ、ちょっと血液合わないんでダメですって言われるパターンあるよね。ね、B 型と AB 型とかさ。AB 型が一番やばいんだよな。AB 型が一番血液的にもうあれだから。血液的には AB 型しか輸血できないわけだからね。まあ A 型とか O 型とか、まあ B 型はまだいっぱいいるけど。なあ。その人を助けたくても、例えば俺の恋人で、ねえ、恋人だったとしても、助けたいと思っても、それが助けられねえっていうのは、やっぱり、きついもんですよ。当たり前だけどね。当たり前だけどさ。世界というのは非情なもので、血液型合わなけりゃ、輸血もできないんだから。人をどんなに助けたいと思っても、俺 A 型なんですけど、A 型だから、まあ、B 型は無理だな。O 型はワンチャンいけるけど、O 型、どうなんだろうな。血液型って、俺の場合 AO なんですよ。俺は AO なんで、でも無理なんだろうな。多分 A 型だから。だから同じ血液型の人しか多分輸血できないんですよね。自分の愛する人が怪我を負ってね、輸血をしないと死んでしまうっていう状況で、自分の血は合わないから、輸血できないって。そんなような人がね、それでもう、ね、その方が死んでしまったりとか。非常に辛い、辛いですよね。だから、世界は残酷なんです。
ね。そういう目に遭ってる人は、やはり少なからずいるわけですよ。まあ、そんだけどうにもならないことっていうのは世の中にいっぱいあります。俺が骨髄バンクのドナー登録をしたくてもねえ、まあ血液型とかなんだかわからんけど、会わなきゃ助けられないわけですから。まさに世界の中心で愛を叫ぶの映画とかドラマ、あれでね、自分がその彼氏、その子の彼氏で、ね、女の子が死んでしまったとか、非常に悲しいです。でもだからといって、骨髄バンク、ね、ワンチャンあるかもしれない。確かに適合する確率は非常に低いけれども、でも一人ぐらいはいるかもしんないでしょ。だから自分が行動を起こさないと何も起きないですよ。例えば誰かを好きになったとして、ラブレターとか、告白とかしないと、1ミリも何も、起きないんです。変化はないんです。やっぱそう考えると、何かしらの行動を起こさないと世界は変わらないですから。うん。確かに俺はいっぱい薬を飲んでます。精神科の薬とかね、睡眠薬とか、いろいろ飲んでますけれども。ワンチャン、ね、骨髄バンクに登録できたら、誰かを助けられるかもしれないから。だから、俺は、秋葉原のね、献血センターだっけ、なんだっけ、あそこ行ったけど、まあ、まだまだ、骨髄バンクとかもね、まあ、登録者数がだいたい49万人。全国で、日本で49万人しかいません。それっていうのはやはり、約50万人としても、5000万人、5億人だから、あ？今に、日本の人口っていくらぐらいの？日本の人口は？約 1.268 億。1億2680万人。まあ 1.3 億人ぐらいいるのか。1.3 億人。1000万、10万、100万、1000万、1億。
これ割るで50万に一十百千万。はあ。だいたい260人に1人。骨髄バンクのドナー登録者が意外と多いかなと思ったんですけど、50万人って意外と多いかなと思ったんだけど、260人に1人しかいないんですね。260人に1人しかいないっていうのは、やはり、少ないな。まあね、確かにね。ドナー登録っていうのは、やっぱりその時間もかかりますしね。まあ僕はニートだからいいんだけど。ねえ、例えばほら、会社勤めの人とか、ね、一週間ぐらいほら、入院しなきゃいけないから、やっぱり、難しいですよね。まあ、いいでしょう。まあ、意外と、ね、260人にたった1人と、いうことは、まあ、やっぱ少ないですね。ああ、まあいいや。とりあえず、まあ今日飲んだこちら、どこ行った?あれの。もうね、飲み干したんで。今日のところはここら辺で。長くなりましたけどね。奥、甘み、香り。まあ、割かし美味しいじゃねえか、これ。うん。まあ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 。はい、ということで、3334です。ご視聴ありがとうございました。